の神優仙という名前のお菓子をいただきたいと思います。いろんな YouTuber さんがこのお菓子を食べる動画を出していて、私も食べたいなと思っていたので、今回すごく楽しみです。キラキラしていて可愛いですよね。もなかの中にフルーツのゼリーが入っているそうです。それでは早速いただきます。どれからにしようかな。じゃあこのピンクからいただきます。確かぶどうだったかな。ゼリーだけいただきます。皆さんも食べたいですか？食べたいですよね。じゃあこちらをどうぞ。はい。おいしいですか？次は白いやつをいただきます。もなか
何にも見えない。今回は全然見えないんですけど、今度ちょっといつになるかわかんないけど、この衣装でロールプレイもやりたいと思っているので、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。ではもう一つ食べていきます。緑かな。
ごちそう